はい、アラヤプラテとかちょっと、ロンクラに近いところに来まして、ここが本当の終点のボーダーの駅ですね。ここ、来ました。ちょっとね、今日列車ないってことですけども、ちょっとね、見てていいよってことで、入れさせてもらいました。これですね、新しくできてます。ここからね、見えますかね、カンボジア側のカジノが。ここからね、こうやってカンボジア入っていけるようになってるみたいです。ね、早く行きたいですね。はい、こんな感じです。はい、ちょっとね、ホームに入らせてもらいました。どういうふうに使われ方するんでしょうかね、わかんないんですけど。だいぶ綺麗な駅です。こっちの方行っちゃうとあれか、ああ、イミグレーションな、まずいんでしょうね。まあ、この辺にしときます。あんまりちょっとね、国境越えて、あ、見えますね、ちょうど国境の川が。まあ、この辺でやめときます。ちょっとね、あ、この辺があれか、イミグレーションでなってるみたいですね。はい。この時間は列車終わってます。ただね、今後の参考にしていただければと思います。はい、価格表もありましたけれども、バンコクまで、49バーツですね、ということになってるみたいです。はい、このレールがですね、カンボジア側まで伸びてるところまで来ました。まあ、この辺がね、国境って思えばいいんですかね、どうしようかな、何も言われてないんですけど、まあ、この辺でやめようかな、まあ、行ければ行ってみますけど、まあ、カンボジア側のね、カジノが見えてます。はい、近づいていましたけど、この辺でやめておきたいと思います。このね、100メーターぐらい先のね、鉄ので閉まってますけど、あそこにね、川っていうか、細い川が流れて、あそこが国境なんですよね。だから今200メーターぐらいかな、手前なんですけど、まあこんな感じです。まああんまり、まあね、ちょっと行っちゃうのもあれなんで、一応ここは間違いなくね、タイ側なんで、まあ問題ないんですけど、ここがね、イミグレーションになってますね。鉄道来て、ここで降りて、イミグレーションを通過して、タイの、入国やって、また列車乗るっていうシステムがもうできてます。ただね、運用がね、ちょっとどうなるか分かんないんですけど、まあ、こんな感じでね、ポイペトのね、街、すごく栄えてるポイペトの街がね、くっきりこうやって、見えるところまで来てみました。こうやってね、イミグレーションのシステムができてます。あ、これがあれだ、国境の審査ですね。で、この網がね、これがね、ちょうどその 国境というか、イミグレとしての国境ですけど、私、思いっきり超えちゃいました。まあいいや。はい、こんな感じです。はい、で、この出口から出て、また列車に乗るってことですね。はい、今ね、ボーダーのね、駅の目の前、来てまして、こんなね、感じなんですけど、これのすぐそばが、皆さんご存知だと思うんですけど、このパスポートコントロールなってますけども、もうこのように入れない状態になってます。
こね、覚えてらっしゃる方多いとは思うんですけど、全く誰も行き来していません。こんな状況になっちゃってますね。はい、はい、カンボジア、タイの、ボーダーに来てます。ご覧の通りね、人がもう全くいない状態です。こんな感じですね。車がね、多少通過してきてますけど、まあ基本的にはもう何も誰もいないみたいな、こんな感じです。はい、誰もね、寂しい限りになってしまいました。誰も通過してる人いません。超えちゃったらね、14日間の ASQ になっちゃいますからね。はい、